龍が如くセブン続きやっていきます。今回メニトリ進めようかなと思ったんですけど、会社経営の方やっていこうと思います。じゃあまず人材で新規雇用できる人が増えてるんで、梅子と石田バスガイドの子、バスガイドじゃねえや、ガイドの子ね。あ、バスガイドなんだ、一応バス乗ってなかったけどね。その人たちを取れるではあるが、取れないんだっけ。あ、なるほどね、10人までなんだ。だったらさ、もういらんでしょこいつら。トメさんとアイさんとコケコッコは切れないんだよね確か。いや、だとしたらもう申し訳ないけど、翔子と西尾。お世話になりました。はい、さようなら。で、石田とあと梅子契約して、で配置を変えていくと。ただパートでしょ。どうなんだろう、石田の方がいいかな。なんか石田の方がいい気がする。了解しました。石田にして、まあここは変わらないかな。あ、増えてる収益で、強化したいところではあるけど、まあ一旦はこのままでいいかな。多分ね、どん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 進めてった方がいい気がするから、よし、じゃあ行っちゃいましょうか。ちょっと待って、育成だけするわ。新人研修でレベル3になる。超成功。お、レベル5になった。わあ、昇級じゃない、昇格はまた今度でいっか。いや、昇格しとくか。ありがとうございます。よしよしよし。じゃあ行ってみよう。なんかちょっと下がったけど。なんで下がった？まあまあいいや。よっしゃ、営業開始だ。営業開始。社員はやる気だ。これ早送りできます。しつこいクレーマー。ラッキーね。プラス出ろ、プラス。オッケーオッケーオッケー、プラス。少し成功。おお。今回の営業結果で。いいんじゃない？収益的には35万プラスか。でレベルが上がっていく。オッケーオッケーオッケー。順位は変わらず。契約期間を、転職希望、契約金150万、高えよ。ちょっとさ、金ギリギリなんだよな、結構。なんかやばい気がすんだけど。大丈夫かな？やるとしたら強化で、知名度。これだけやっとくか？よっしゃ！行ってみよう。営業開始だ！資金、あ、でもそうか、50万返すっていうのが、来期で終わるから。やばい、やる気がまあまあだった。いいね、プラスゼロ、プラス。ラッキーね。う
うまくいったな。ラッキーでした。29万、86万、いいね。今回の営業結果です。どうなった？44万、いいんじゃない？よくやったぞ。株価アップだ。あ、これは順位上がるだろう。変わんないか。ん？投資のお話、1000万。いや、できねえんだよ。あ、社員の雇用に必要な契約金が安くなりました。はいはいはい。お、研修で。あ、なるほど。株主総会も近いけど、やって強化しないとさ、これいっとこうか。どうしようかな。こいつをレベル上げとくか。いやでももったいないな、なんか。梅子か。ヒロチュン。まあこれやったとしてもな。23万のプラス。いや、規模上げたいけど足りんのだよな、能力が。そうだよね、サービスと知名度だけは足りるか。いや、物件売るわけにもいかねえしな。これ大丈夫かな。研修やる？研修やるか。大成功 1.5 倍、レベル8、いいじゃん。一旦こんだけにしとこうか。よっしゃ、営業開始だ。さあ、行ってみよう。なんかだいぶ不安なんだよな。不満そうだ、マジで。ちょっとやべえな。ちょっとこれやばい気がすんな。ラッキー。あー、ダメだダメだ。うまくいったな。これちょっとやばい気がするな。あー、まあまあまあ、こんなもんか。営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップで、株価アップして順位は変わらず株主総会がやってきました。さあ、株主総会。まあまあまあ、この辺は無理かな。で、株主総会準備。純資金は絶不調、売上は絶好調と。さあ、編成を決めていこうか。株主総会に強そうな人、まあこいつらでいっかな。これでいこうか。株主総会、さあ行ってみよう。それでは決算報告をさせていただきます。3回目の株主総会、社長お願いいたします。行くぞ。ちょっとやり方あんま分かってないというか覚えてないわ。どういう感じだったっけ。なんかどんどん打ってくみたいな感じだった気がする。それでは質疑応答に移りたいと思います。はい、ロックオン。よしよしよし。いったあ、なんか適当にやればいけるわ。ロックオンされてる。あ、でもそうか。あ、やばい。あー、まあまあまあ大丈夫か。攻撃。いや、説得失敗。ちょっと待って。
なるほどね。ちょっと待って、よし来た。こうして、経営陣が信用できません。あ、いやいかんな。これでどうだ。経営陣が信用できません。あー足りないんだよな。ご質問のある株主の方は挙手をお願い。こうするでしょ。会社の人気が低いんですよね。あーちょっと待って、いやレベル3もうこれやるこれやるか申し訳ございませんでした。さあこれ、これめちゃ効くよ、めっちゃ効くよこれ。よしよしよし、2人いった。よしどうだ。おい足りんか。あーまあでも 72% だからこれ成功でしょ。それでは我が社のさらなる発展を祈願して。あ、いいんじゃない。よっ、はっ、よっ、よーし、第3期成功です。いいんじゃないの。株価大幅アップだ。お、500になった。あれこれだいぶ上がったんじゃない。上がってきたぜ。おーおーおーおお、137。あー次の役職報酬を得ました。7万円、少ねー。うわあ、さあ第3期になった。まあでもこれ普通にさ、社員のコンディションってどう？それはこっちの人材で確認できるか。ああなるほどね。ここのコンディションが悪いから、これコンディション良くするのって。どうしたらいいんだ。あ、ケア。あ、こういうのがあるんだ。こういうのやってこうよ。もう温泉行ってこい。疲れが取れた気がします。よしよしよし。なるほどね。いや、これ絶対やった方がいいな。新人研修じゃなくてケアで、温泉旅行。もうこれでいいよ。で、花山選手、まあこの、うーん、このぐらいでいいか。元気100倍。よし、じゃあみんな元気な状態で、あ、みんな元気じゃなかった。この人、平山ケアして、あとはアイさんケア。あ、アイさんは大丈夫か。うん、いいでしょう。よっしゃ、そのまま行くよ。営業開始だ。多分株主総会でだいぶいい感じになるから、かっ飛ばすよ。でみんな絶好調でしょ。ラッキー。いいわね。プラスが起きやすいはず。うまくいったな。少し成功。ああ、まあ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 、今回の営業結果です。まあまあか。24万回、まあじわじわだな。じわじわっと上がってきてはいるね。
転職希望。いや100万だからないんだって。リラックスしてきました。よし。よっしゃ。これでいこう。営業開始だ。一気にこっから増えてくよ。さあ行ってみよう。ラッキーね。ついてる。いいね。ラッキーでしたね。ラッキー。よし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 。よし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 。今回の営業結果です。これで、そう、借金がなくなったから、一気に91万増えた。よっしゃ。よしよしよし。よくやった。株価アップだ。いいんじゃない？上がってきたぜ。株価アップしました。順位も上がった。あ、いいじゃん、いいじゃん。成功時配当金1500万。クリーニング事業。いやいや、やめよう。ああ、まあまあいいや。ああ、研修でね。いや、安っ。安っってか、いらんわ。株主総会が近いです。娯楽ブーム契約金割引中。いや、割引してもな。いや、この辺はやっぱあれだな、普通を超えたらでいいかな。この好調な場合はもういいや、調子がそのまま行こう。で、物件の強化に使えるから、いやでもこの物件をどこまで持たせるかだよね。一番成果をレベル上げるか。いや、たっけえ。必要経費が183万。無理だ。って考えたら、まあ売るっていうのも悪くはないけど、いや乗り換えもめんどくさいな。このまま行こう。よっしゃ、営業開始だ。資金貯めるぞ。さあ行こう行こう。ラッキー。まあこのやり方がいいのか悪いのかよくわかんないけどさ。どうしよう。ラッキー。30万と89万、119万、引く、あ、100万ぐらいプラスになったか。素晴らしいね。え、オッケーオッケー。で、順位も上がる。お、こういうの、こういうの、俊平。あーね、35万もかかるのか。いらね。さあ株主総会3回目。ここ結構大事だな。おー、なんかやばそうな感じだけど、うん、こいつらだったらいけるやら。株主総会行くぞ。最悪春日の必殺技もあるから。春日一番社長、お願いいたします。いけるぞ。絶対大丈夫だ。決算報告をさせていただきます。まあ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 、支持率は 50%、 売上だけ絶好調だからね。それでは質疑応答に移りたいと思います。なるほど、メーターが早いんだな。聞いていただけますか。ちゃんと考えてください。さあまずこれで、よしよしよし、一人は倒した。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。じっくりご、じっくり聞いてください。何でも考えていただきたい。会社の動かしどうだ。いけ石田さん。よし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 。もうここまで来たら挙手をお願いいたします。余裕でしょう。来た。
石田さん、ダメか。まあ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 。質問のある株主の方はぜひお願いいたします。じゃ花山選手がクソ強いからな。会社をもっと大きくできますか。聞いてください。よし、行け。経営は本当にうまくいってますか。なかなか厳しいですね。オッケー、そしたら超ダメージこれいこうか。誠に申し訳ありません。土下座をせずに、挙手を。土下座をせずに倒す。よし、オッケー、素晴らしい。いいんじゃない。今回の大成功を祝して、おーおーおーおおおおおおおいいじゃん。株価大幅アップだ。875、これだいぶいったんじゃないか。まだまだ成り上がるぜ。だいぶいった、だいぶいった、だいぶいった、だいぶいった。お、119。7万円ゲット。おしおしおし。で、娯楽ブームってのようわからんけどな。あ、これは、あ、研修のあれが上がってんのか。これいけるやら。ね、レベル10になって。本当ですか。よーし、石田正社員バスガイドやめろ。バスガイドやめてもらって、で物件強化、いやーこれ強化する必要あんのかな。あんまない気がすんだよな、はっきり言って。あんま上がんねえんだよな正直、これだけ投資して。よっしゃ、なんか微妙だね、あのメシア。やる気に満ちていると、やる気、やる気であればまあいいわ一旦。ラッキーでしたね。ラッキー。大丈夫か。36万、79万、まあ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 。今回の営業結果です。じっくりこう、じっくり。みんなよくやったぞ。オッケーオッケーオッケー。これで順位アップ。娯楽ブーム終了終了終了。 CM を打つと営業、あー高えて。ニックとの約束まであと1期。いや大丈夫だ。よっしゃ、営業開始だ。あ、ちょっと待って、社員のやる気が普通だったかな。まあいいや、普通なら。あ、オッケーオッケーオッケー。やる気であれば全然いいよ。ラッキーでしたね。ラッキーね。計算額。頑張れ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 。ラッキー。頑張れ。うまくいったな。40万、80万、オッケー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 。いや順調よ。素晴らしい結果ですね。みんな、よく株価アップだ。順調順調順調。全然いい全然いい。310万あるな。もうちょっとだ。よっしゃ、営業開始だ。あ、これもう次株主総会じゃない。あ、ちょっと社員のやる気が普通かな。まあまあだね。まあそれであれば全然いいや。いいわね。よし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 。マイナス出るな、マイナス出るな。よしよし、素晴らしい。素晴らしい結果ですね。うわ、みんな悪くなってきたな。株価アップだ。よっしゃ。順位も117。なんだ、投資？いらんいらん。
はいはいはい、講師。株主総会が近いです。株主総会が近いぞ。ここで強化できる。よし。あ、いいじゃない？じゃあ行こうか。やる気だけがあれだから。そう。この辺の人たちのやる気を上げていくと。オッケー。ケアしていく。いいんじゃない？まあこれでいっか。なんか愛さん使うぐらいだったら梅子でもいい気がすんな。なんかそんな気がしてきた。まあそんな変わんねえか。でもまあそうな、強いな。この6人強いわ。よっしゃ、いやこれはだいぶ売り上げいい気がする。よし、180万ぐらいプラスになってくれたら嬉しいけどね。プラスプラス39と41、180だ。まあマイナスちょっとあるけど、いいね。935、116位。さあ運命のね、株主総会。人材はプラス 5% で、あ、55% スタート。いいね。やる気もあるし、勝てるでしょ。いや、勝てる。株主総会。行くぞ。しかも、あれだな。悪い人は一人しかいないから、一番右のやつを倒せば、いい感じな気がする。決算報告をさせていただきます。でプラス 5% になる。純資金は全くないけど。ありがとうございました。このジェシー秘めたこいつだけぶっ倒せばいける気がするぞ。よし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 、あとはじっくり行こう。じっくり行って、よし、どうだ。よし、さあ、あと一人。これは勝ったろう。支持率 99%。 いやー、ここでないか。あー、石田さん惜しかった。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。大丈夫。じっくり落ち着いて。これで石田さん連発。ダメか。ご質問のある株主の挙手をお願いいたします。極み技が近づいてきたな。残り30秒で決着をつけるぞ。ご質問がはっきり言いますけど、どうだ。よーし、おっしゃー。カツが使わずとも、カスが使わずとも言ったぜ。おー、素晴らしい。これはいいぞ。これはいったろ。これ言ってくれんと無理よ。言ってくれんと無理よ。ランキングがアップしま
やった100位だやったぜ。株主50人説得ってなんだ。一気に100位いったぞ。やったぞー。おわ、トメさんめちゃくちゃ元気。なんだなんだ、ばあさんどうしたんだ。株価ランキングでついに一番成果が100位以内に入ったんじゃ。あれ知らんかったの。何、本当か。やったな。彼氏、あんた大した男じゃ。彼氏ならわしは抱かれてもいいぞ。ありがとうよ、気持ちを受け取っておくぜ。さあ、ニックからの連絡じゃねえか。へい、見事株価ランキング100位以内に入った。新しいじゃないか。よか、よくやったね、一番。ありがとうよ。ありがとうよ、ニック。あんたが出資してくれたおかげだ。いや、いくら出資しても失敗する連中は5万といる。やはり君は経営者に向いてるみたいだね。僕の目に狂いはなかったみたいだ。僕は結果を出す人間への投資は厭わない。一番君には追加で出資してあげよう。5000万でいいか。そんなにいいのか。ああ、その程度もう少し上のフィールドに行けばすぐ短期、端金になるさ。ただ、今回も条件がある。いいかい？もちろんだ、今回の条件は50位。期限内にランキング50位以内に入ることだ。ここから先は今までのようにはいかない。株主も厳しくなるし、君たちはよく思わないライバル会社から嫌がらせを受ける可能性も増える。扱う金額も増えるし、責任も重くなってくる。それで前に進めるかい？当たり前だろ。逆境ほど燃える男だぞ、俺は。下から這い上がるには慣れてるからな。ふっ、エクセレント。やはり経営者の才能があるよ、一番は。では、資金はすぐに振り込むよ。大切に使ってくれ。それじゃ、ミッション達成期待してるよ。すげえな、ニック。50位以内。頑張ろう。やったー。所有できる物件が2から4。雇用できる社員数が25に増えた。よーし。株価ランキングに懐かしい企業の名前が。なんという企業だ。一番成果。一番成果？潰れかけてたせんべい屋じゃねえか。確か素人の子が後を継いだと聞きましたが、まさかまた這い上がってくるとは大した娘ですね。いえ、実は今の社長はその子ではありません。何？じゃあ誰だってんだ。春日一番。先日までホームレスだったと噂される元極道のチンピラです。やばい、ターゲットにされる。こんなバカっぽい男がなぜ、バックに誰かついてんだ。ニック尾形です。有名なんだ。ニック尾形。またあの野郎か。どうしますか、社長。わかってるだろうし、会社経営ってのは即行動、即判断だ。即決断か。中野、ん？いつものように頼む。はい、中野渡る。任せてくださいよ。大暴れしてやりますから。あまり目立ちすぎるなよ。あれ。よっしゃ、三島、早速作戦練るぞ。へい！なんだなんだ？ここの企業は。いいんですか？あんな乱暴者のバカに任せて。まあ最初は腕試しだ。中野渡るに潰されるような会社ならいずれにしても未来はないさ。春日一番、お手並み拝見といこうか。いつ撮られたんだよ、あの写真。次の目標に向けて頑張りましょうね、春日さん。7期以内に株価ランキング50位以内。おう、50位以内か。あ、どうした、エリちゃん。あ、いや、なんでも。様子が変。なあ。悩みがある。飲みにでも行かねえか、カスカさんと。100位以内に入ったお祝いも兼ねてさ。会社系が、荒々しくて、そういうエリちゃんともあんまり深く話してねえかなって思ってよ。いやかい？いえ、もちろん大歓迎です。私も春日さんと話ししたいなと思ってたし。じゃあ決まりだ。場所はサバイバー。おお、サバイバー。はい。店で落ち合いましょう。ほう。
竜田場ビンタを習得。なんか覚えたわ。こういう技も覚えるんだね。サブクエというかイベントで。よーし !100 以内入ったぞ。したら、サバイバーに行けと。そう。で、まあ、なんで一気にこれ、一番成果のイベントを進めたかっていうと、な、これ100以内に入ると、あ、回収できるじゃん。松の木。謎の人参、いいね。なんか100以内に入ると、今のエリちゃんが、仲間になるみたいなんですよ。で、戦闘にも加わってくれると。あ、いるじゃん。あ、社長。いうのを知ったんで。待たせたな。いいえ。フルボイスだ。私も今さっき来たところですから。おお。おめえの連れか。なかなか隅に置けねえな。そんなんじゃないって。うちの社員だよ、社員。社員？おめえ、ホームレスもどきじゃなかったか？社長にでもなったのか？説明すると長くなるから、また今度話すよ。それより、今日は祝杯をあげてんだ。景気のいいものを頼むよ。ふん、はいよ。景気のいいもの、経費で。それじゃあひとまず100位以内ランクインを祝して乾杯。乾杯。いいね。おいしい。しかしいろいろとサポートしてくれてありがとな。俺なんかがなんとか社長やれてるのもエリちゃんのサポートのおかげだぜ。何言ってるんですか。感謝するのはこっちですよ。もともと私がボンクラだったことが全ての原因なんですから。春日さんは私と違って判断力も決断力もあるし、何より変な連中にもあまり騙されません。春日さんに来てもらって本当に良かったです。そういえば言ってたよな、悪い奴に騙されて事業を奪われたって。どんな奴なんだよそれ。悪いやつ。実は横浜のすごく大きな企業の社長なんです。え、そんなやつに騙されたのか。さっきのやつか。社会的地位もある方ですから、私も信用しきってしまって。そもそも私も会社を継いで間もなくて、右も左も分からなくて、誰かを頼りたいと思っていた時期だったんですね。そんな時に大企業の社長に甘い声をかけてもらえたので、ほいほい信用してしまって。結果身ぐるみ剥がされたと。はい。未だに思い出すと自分が情けない。まあでもそれじゃ仕方ないと思うぜ。俺も同じ状況に置かれたら信じちまうかもしれねえし。そうですかね。ああ、それによ、忘れちゃいけねえのは、悪いのは騙される側じゃねえ、騙す側だってことだ。まずそこやな。反省するところはあるかもしれねえけど、あんまり自分を責めない方がいいぜ。春日さん、ありがとうございます。そうですね、過ぎたことをいつまでも引きずっても仕方ないし。なあ、大企業だかなんだか知らねえけど、そんなクソ社長は許しちゃおけねえ。俺たちが這い上がって成り上がってよ、そんな会社追い抜いちまおうぜ。そうですね、いっそ買収しちゃうくらいになりたいもんですね。おお、そこまで。事業も全部取り。なるほどね。大企業ホールディングスにするんです。いいじゃねえか、その意気だ。俺たちならできるさ。
だから明るく楽しく行こうぜな。はい。笑顔が戻ってくれてよかったぜ。実はなんだか悩んでるような顔してたから気になってたんだよ。あ、気づいてました。すいません。何か悩みでもあるのか。俺でよければ相談に乗るぜ。いえ、悩みというわけではないんですが、父のことを思い出してしまって。親父さんのことを。ほうほうほう。はい。その父が春日さんにとても似ていたので、喜ぶ春日さんを見て父を重ねてしまって。ほう、似てるんだ。それでなんだか一瞬感慨深い気持ちになってしまったんです。だから悩みとかじゃないですよ。心配かけてすみません。なあ、うん、っていうかエリちゃんの親父さん俺に似てるって、もしかして俺みたいに。ん？性格外視とかこんな髪型してたとか、俺みたいに美しい顔だったと。まずなんか普通は髪型いじってきそうな感じあるけどね。性格がいいとか？性格がいいとかか？自分でいいって言っちゃうんですね。でもその通りです。顔形が似てるわけではないんですが、雰囲気とかがすごく似てるんですよ。ほう。明るくて豪快で愛嬌があって、周りを自然と笑顔にさせられるとことか。だから春日さんと一緒にいると父と一緒だった頃に戻ったみたいに思えて、すごく居心地がいいというか。そっか。もし親父さんがまだ生きてたら、いいダチになれたかもしれねえな。そうかもしれませんね。よし、ならそんな素敵な親父さんのためにも一層気合い入れて一番成果を守っていかねえとな。エリちゃんの親父さん代わりになれるとは到底思えねえけど、俺頑張るからよ。エリちゃんもいろいろこれからも支えてくれよな。俺一人じゃ何もできねえんだからよ。はい、もちろんです。よろしくお願いします。おお、いいじゃん。春日さん他にもやることあるのに本当に大丈夫ですか？そうだな、やることはあるな。まあちょっと大変かもしれねえけど、仲間もいるしなんとかなるだろう。仲間？なあ、一人じゃ無理だけどよ、俺には信頼できる仲間がいるんだ。いるな。だからきっとなんとかなる、そんな気がしてんだ。何無責任なこと言ってんだって怒られるかもしれねえけどな。そうか、仲間か。ん？どうした？春日さん、一つお願いしていいですか？おお、なんだい？私を春日さんの仲間に入れてもらえませんか？え、じゃあ。だって春日さんは私のためにここまでしてくれてるのに、私は経営のサポートをするだけってフェアじゃないですよね。それに春日さんを日常的にサポートして負担を減らせれば、春日さんはより一層経営にも力を入れられると思うんです。それは会社の発展にもつながるし、やらない理由がないと思いませんか？でもよ、俺の仲間になるって結構多分、いや絶対大変だぜ。そう、殴んなきゃさ。相当となるし。覚悟の上です。なるべく皆さんの邪魔にならないようにしますから。戦闘だぞ戦闘。
もちろんエリちゃんが参加してくれるのは嬉しいけどよ。お願いします。私借りっぱなしって嫌いなんです。もし春日さんがノーと言っても意地でもついていくつもりですから。仕方ねえな。分かったよ。何があっても責任取らねえからな。上等です。それじゃ新しい仲間ができた記念にようこそ俺らのパーティーへ。乾杯。あー、これで仲間が増えたと。というわけで今日からうちのパーティーに加わるエリちゃんだ。鎌滝エリです。よろしくお願いします。本当にいいの？うちらに絡むと人生ろくなことにならないわよ。そうそう、危険な目に遭うことも多いし、酒癖の悪い連中も多いしな。なあ、それはあなたでしょ。大丈夫です。私春日さんや皆さんにすごい助けてもらいましたから、恩返しがしたいんです。覚悟はできてます。そうかい。覚悟ができてんなら断る理由はねえ。改めてよろしくな。よろしくね、エリちゃん。はい、よろしくお願いします。うわー、戦闘できるの？戦闘できるかが気になる。あ、自動的に絆レベル1。ほう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 。他の仲間と異なり、会社経営を進めていくことでのみ上昇。はあ、なるほどね。じゃあ情報見ようか。てか見てなかったな、半純儀。魅了、洗脳、怒りにもなりにくい。睡眠、怒りになりにくい。何かと気絶しやすいところがあります。怖えな。気絶攻撃には弱いと。レベル28。はぁ。じゃあ装備。カッターナイフ。カッターナイフなんだ。じゃあ最強装備いこう。はい。あ、カッターナイフしかない。攻撃力81。器用さ。器用さ上げるとどうなる？いやー、わかんねえな、この人。じゃあ、かまたきは、アイドル、ディーラー、ディーラー。はあ。キャバ嬢、ナイトクイーン。こんなのにもなれる。で、絆レベル2以上でキャバ嬢か。でも、アイドル普通に強えよな。わー、ディーラーかー。まあ、一回事務員でいっか。結構、個性的なパーティーになってきたな。いいじゃん。あ、で、ここにいるんだ。こんなとこで仕事してんの。事務所戻りゃいいのに。はい。いや、そんな感じで、今回は、鎌滝、おぉ、好きあらば。ちょ、それ聞いていこうか。どこだ？一回離れて、あ、おぉ、器用なマスター。植物は、ここのマスターがいろいろ加工してくれるんだっけか。おぉ、マスターは器用な男でな。うん。いろんなもん作ってくれるんだぜ。花を持っていけばさらっと綺麗な花束作ってくれるし、食材を持っていけばお手製のうまい弁当も作ってくれる。
あと独自の製法で調合した漢方薬は漢方薬抜群だそうな。独自製法の漢方薬ものすごい不安なんだが。まあ騙されたと思って一回材料渡して作ってもらえよ。あれこれ絆上がる、ね、もしかして。マスターを信じよう。あ、絆はさすがに上がんないか。器用なマスターは終わった。もう一個ぐらいなんかなかった。月あらば。エルちゃんは何月生まれ。え、4月7日ですけど。ええ、好きな食べ物。そうかそうか。おい、あいつなんか口説き始めたぞ。ほんと女の子好きよね。確かにエリちゃん可愛いけど。うん、なるほど。エリちゃんは黒ヒョウだな。黒ヒョウ。え、黒ヒョウ。ああ、生まれや趣味を動物に当てはめる占いでな。ちなみに俺はチワワだ。ああ、俺ら相性バッチリみたいだぜ。口説き方フル。占いで口説くってところが世代を感じさせるわね。私パンダの方が好きなのでパンダになりませんか。え、いや、どうだろうな。これそういうんじゃなくて。なんだ、だね。噛み合わず撃沈してるし。っていうかチワワってどうなのよ。そこは俺に言われても困る。体調万全だぜ。あ、絆、え、ちょっと待って、絆これいける。あ、ナンバーいけんじゃねえか。じゃあナンバーの絆やろうか。うん、ナンバーの絆やって次行こう。次行こうっていうか今回終わろう。飲んでるか、ナンバー。おお、一番ちょうどよかった。お前に話があるんだ。なんだよ話。かしこまっちゃって。ちゃんと謝りたくてな。ああ、お前に嘘をついてたこと。偽札を追ってた件か。ああ、すまなかったな。いいってことよ。弟さんも無事に解放されたし、終わりよければすべてよし、うん、で。そうね。ただ少し気になるのはどこまでが本当の話かってことだ。例えばお前が看護師だったってことは。そいつは正真正銘本当だ。じゃなきゃお前の傷の手当てなんかできやしないぜ。そうだよな。うん、なら病院の薬を盗んで横流ししてたってことは。それがバレて看護師免許を剥奪されたって。そうそうそう、よう覚えとんな。それに関しちゃ、まあ本当でも嘘でもあるな。どういうことだ。この話をするのはお前が初めてだ。おお、ちょいと長い話になるが構わねえか。ああ、話してくれ。長い話になるって。俺は小学生の時にナイチンゲールの伝記を読んで看護師になろうと決めたんだ。彼女のように人の役に立てたらどんなに素晴らしいだろうと思ってな。だが実際看護師になってみると、夜勤は眠いし、患者のわがままには振り回されるし、うん、しんどいのなんのって。次第に俺は仕事の手を抜くことばかり考えてな。ナースコールが聞こえないふりをしたり、サボって昼寝できる場所を探したり、すっかり初心を忘れて40手前になった頃だ。新人の看護師で水江って子が病院にやってきた。水江さん。彼女は自己紹介でナイチンゲールに憧れてと言っててな。ナンバと同じだな。おお。きっかけは同じでも俺とはまるで違ったよ。水江ちゃんはどんな患者の声にも真剣に耳を傾けて一切手を抜かねえ。その上いつも笑顔でさ、まるで天使みてえな子だったよ。惚れたのか。バカ言え。向こうは23歳の花盛りで、こっちは40目前のおっさんだぞ。ナンバは若く見えるから大丈夫。愛があれば関係ない。モテるおっさんもいるぞ。今時そんな珍しい話でもないぞ、うん、若い子からモテる中年男だってたくさんいるんだ。
そういうのは金持ってる連中だろう。そうとも言い切れねえって。身だしなみに気を使ったり、若い子のトピックに興味を持つことで男も若さを保てるってわけさ。おお、お前からそんな助言されるなんてな。悔しいけどちょっと勉強になるよ。で、その水江ちゃんと何かあったのか。うん、それでよ。 おしゃれレベル4になる。水江ちゃんを見てると俺にも看護師を志した頃の熱い気持ちが蘇ってきた。流行に敏感。今一度真面目に仕事に向き合おうと思ったんだ。そいつはいい兆候じゃねえか。いいじゃね。だけどこっちはもう中年だろ。体力がかなわねえ。ある晩夜勤に入ってると猛烈に眠たくなってな、こっそり仮眠を取ろうとして病院の裏庭で横になったんだ。すると背後で物音が聞こえた。振り返るとそこには倉庫があってな、病院で使う薬を保管している倉庫だ。はいはいはい。そこから水江ちゃんが出てきたんだよ。薬の補充か。お、ナンバーはサボってんのに水江ちゃんは真面目だな。違うか。いや、俺たちの病院じゃ薬の補充は薬剤師しかできない決まりになってるんだ。ほう。俺や水江ちゃんは看護師だ。倉庫に入ることはねえ。だったらなんで水江ちゃんは倉庫から。あの頃病院内には妙な噂が流れていてな。妙な噂。倉庫に保管してる薬の数がリストと合わないんだ。うん、まあ、そこで誰かが薬を盗んで闇で横流ししてるんじゃないのかってな。まさか水江ちゃんが横流し。倉庫から出てきた水江ちゃんの手にはしっかりと薬の箱が握られていたんだ。なんで水江ちゃんが薬の横流しなんて。話には聞いていたが、水江ちゃんの親御さんには借金があったらしくてな、彼女は給料のほとんどを渡して返済を手助けしてたんだ。だけど借金の額は一看護師の給料じゃ返しきれないほど莫大だったんだろう。ほう。じゃあ彼女は返済を助けるために薬の横流しを。ああ、俺は水江ちゃんが薬を盗み出すところを目撃しちまったってわけさ。だが水江ちゃんの方は俺が見てたことに気づいていなかった。こんな時一番ならどうする。水江ちゃんを追いかけて捕まえるってのが正しいんだろうけど、彼女は望んで犯罪に手を染めるような子じゃないんだろう。ああ、親御さんのためにやむを得ずやっちまったに違いねえ。それに薬の横流しは犯罪には変わりねえが、誰かを痛めつけるような罪じゃないしよ。横流しが発覚して彼女が病院をクビになれや、借金返済は一層遠のく。はいはいはい。それを考えるとどうするべきなのか悩んじまうよな。お前も俺と同じタイプで嬉しいよ。結局俺はどうすることもできずに黙って彼女の後ろ姿を見送っちまったんだ。この世にたった一人だけ許される犯罪者がいるとすれば水江ちゃんに違いない。そう信じて何も見なかったことにしたんだ。その後水江ちゃんは。倉庫で水江ちゃんを見てから少し経った頃だ、院長が薬の一件に関して警察に盗難届を出すと言い出したんだ。それまで警察には届けてなかったのか。ああ、病院のメンツに関わることだからなるべく内々で解決したかったんだろう。だが一向に犯人が見つからないことにしびれを切らして、で難波が警察へってわけさ。自分から言ったってことが。警察の捜査が入るとなると水江ちゃんは犯人だとバレるのも時間の問題だ。逮捕されれば前科もつくし新聞に名前も出る。まだ若い彼女にとってそいつはあまりに酷だと思わねえか。それに比べて俺はどうだ、中年の独身男。
どんなに心を入れ替えても今さらナイチンゲールのようにはなれねえ。こんな俺が残るより彼女が残った方が医療業界のためになる。そう思わねえか。もしかしてナンバー、お前。ああ、俺が名乗り出たよ。薬を盗んで転売してたのは俺です。それでナンバーは看護師免許を剥奪。ああ、当然病院もクビだ。そこまでして水江ちゃんのことを。その後彼女からは何かなかったのか？電話とか手紙とか？特にねえよ。俺が住んでた独身寮もクビになった日に追い出されちまったしな。後悔はしてねえのか？それからほどなくして、ああ、弟の失踪事件が起きた。なるほどね。仮にクビになってなくても自分から辞めてたさ。後悔なんてしてねえよ。強いて言えば、水江ちゃんが海外に旅立つ際には見送りに行きたかったけどな。海外に旅立つ？うん。水江ちゃんは医療の発展しない途上国に渡って一人でも多くの命を救いたいって夢があったんだ。まさにナイチンゲールだな。うちの病院は海外派遣制度っていうのがあってな。おお。3年以上働いた看護師が利用できる。水江ちゃんは今年で3年目。きっと制度を利用して渡航するはずだ。それなら見送りくらい行ったっていいじゃねえか。無理だよ。いつ経つのか日にちもわからねえ。看護師時代の同僚に聞けば渡航の日にちを教えてくれるだろう。バカ言え。俺は薬の横流し犯のレッテルが貼られてんだぞ。今さら同僚に連絡できるかよ。ちょっと2人さん、深刻な顔しちゃって何の話してんの。急に入ってきたな。どう、さっちゃん。だいぶ飲んでるみてえだな。まあね。それより教えなさいよ、何の話してたのよ。ナンバのホームレス体験記ってのが壮絶でな。ホームレス体験記？なんせ家がねえから便所がねえわけだよ。腹壊して下痢なんかした日に。汚い話ね。もう少し色気のある話でもしてるかと思ったのに。本当に男っていくつになってもバカなんだから。何しに来たんや。見回してくれてありがとな。何しに来たんや、サイコ。いつかサイコにも打ち明けるよ。ただしあいつが酔っ払ってねえ時にな。間違いねえ。お、これで絆レベル3と。よしよしよし、やることいっぱいあんな。お、占い師選択可能。でもナンバーなんかホームレスが一番強いみたいらしい。で、半純義と話してんだ。そしたら一回回復して終わります。はい。次回はどうしようかな。次回あ、マップ見れねえ。これマップって見れねえか。いや、サブクエもやりたいよね。これ出て、はい。まあ、次回は、サブクエかな。まあ、ニックから借りた5000万使って一番成果もっと上に行かせるのもいいかもしれんけど、まあ、鎌滝さんも仲間になって、ちょっと戦闘もしてみたい感じもあるし、まあそんな感じかな。うん。サブクエまだあるし、サブクエやっていいっていいと思ってます。はい。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。